はい、ワード2。あ、面白いこと考えたな。ありだね。情のバーガーありがとうございます。あ、結構面白い。名前何にしようかな。じゃあ、具体的なアイデアに移ろうか。日本インターネットタレント協会。まずは協会で発足するか。はい、こんばんは。いや、すごいの思いついちゃったな。これはすごいな。ちょっと久々にノート取るわ。はい、和光、イープマンいらっしゃい。いや、これ抜群でしょう。どう思う？久々に神がかったアイディア生み出したよ、俺。これ絶対儲かる。絶対に儲かるわ。確信があるもん、俺。初見さんいらっしゃい、ショップさん。楽しんでいってください。和道です。よろしくお願いします。はい、和光、とっこさん。いや、これは儲かるし、これは社会的ニーズもあるし。お、贅沢ビートいらっしゃい。いや、これすごいね。え、何気に全員良くない？これ、これいいでしょう。さっきのアイディア、これ神がかってるよな。いや、これは絶対やるわ、俺。あとはニコ生勢力に潰されない。いや、全然取り込む、取り込む、全部全部声かけてく。なるほど。今日何日だ？2017年の1月の22日。日曜日か。日曜日。はい、和道。和骨、リンゴスターいらっしゃい。0時48分と。はい、ワード2、ドラゴンさんいらっしゃい。いや、とんでもないこと考えたよ。教会っていう字が書けないな。教会、あったあった。あ、これは、これは久々いいアイディア思いついたな。いや、企業、これは当たると思うよ。さっきリスナーにプレゼン軽くした、プレゼンっていうか思いつきをバーッと話したんだけど、将来的には配信者協会専用の放送アプリ作ってみては。いや、そこまでは役割が違うと思ってて、それ開発側にもあるから違うんだよ。逆に言ったら、何に近いのかな。だから、ウームにかなり近いんだけど、ウームとはやり方変えようと思ってて。そう、配信のアプリ作るっていうのはね、コンセプトがずれちゃうから、それはいいかなと思ってる。そうそうそう。弱小タレント企業だね、だから。だから動画じゃなくて、配信者のそういう、なんか、そのテレビとか雑誌とか、メディアとつなぐ橋渡しの母体となる協会みたいなのは絶対必要だと思ってたから、それ登録制にすればいいわけでしょ。はい、ワード2、ゴンダさん。いや、これは久々ビジネスマンとしてかなりひらめいたかな。で、簡単に言ったら、これ俺じゃない方がいいんだよ。だから俺、裏方の絵描きに回って、これ運営誰かにやってもらうわ。そしたらこれ絶対食っていけるもん。しかもね、人数必要なくて、どれくらいで回るんだろう。いや、これ儲かるぞ。じゃあさ、どうしようかな。会員証の発行料と、年会費で稼げばいいのかな。マネタイズする場所がどこだ。
マネタイズする場所どこでやればいいんだろう。だから審査自体、要はタレントの、あなたのタレントは、タレント力はこれくらいですよっていう審査基準をまず作るんだけど、それは大体ね、前々からね、サイトでやろうと思ってたから構想があるんですよ。さっきも言ったけど、トーク力なんとかを測る指数とかグラフ化を作っていって、分析を仕上げるの。で、その診断自体、なんつうんだろう。どうしようかな。仮登録をタダにしようかな。で、ライセンスカードの発行をするときにお金をかけるのと、マネタイズポイントちょっと考えるわ。それはね、昔から言われてた。マネタイズポイントから考えるか。で、無料のポイントと、マネタイズポイント考えるわ。マネタイズと、フリーポイント。まずどこだ。登録は無料、会員制サイト。前にはいらっしゃい、ワドツ。どうすればいいんだ。まずマネタイズポイント1、会員証の発行。会員証の発行でしょ、まず。ちょっと待って、ビジネススキーム作るから。いや、久々に来たな。うわ、なんか懐かしい、こういうことやってんの。いや、下でっていうか、全然立ち上げだから手伝ってくれる人とか、いや、将来でかくなりそうだと思ったら、ボランティアスタッフで手伝ってくれたら、ね、後々役員にしますよ、ほんと。尽くしてくれた人。ちょっと待って、匠さん起きてるかな。匠さんいる？匠さんいる？見てる？匠さん。匠さん手伝って。匠さん、スタッフの匠さん。匠さんいないかな？寝てるかな？いや、これは仕事になるな。配信好きな人。どうしようかな。いる？電話できます？会議しましょう、ちょっと。これ結構マジで、ネタとか何でもそうじゃなくて、これ、久々にビジネスアイディアとして絶対当たると思ってて、これちょっと本気で話したいですね。たくみさん電話かけるね。これ来たよ、多分。もしもし。お疲れ様でーす。お疲れ様です。今、大丈夫ですか？眠くないですか？ダイエット見てましたよ、ずっと。見てました？どう思います？と言われても。と言われてもか。まず、ニーズって言って、社会的な、まず、なんて言うんですかね、関心がないといけないじゃないですか。要は、需要っていうのがないといけないんですよ。一から話すと。で、需要としては、まず、配信者もリスナーも溢れてるんですよ、今の時代って。で、配信サイトが争ってる状態、戦国時代に入ってるわけですよ。これは多分わかりますよね。わかります、わかります。で、今度、配信者とリスナーと運営っていう3つに分けますね。配信者、運営、リスナー。で、配信者っていうのは何が欲しいかっていうと、自分の実力を知りたいっていうニーズがあるんですよ。要は、今ってバラバラのアマチュアだらけなんですよ。プロって言っても一部の人が食えてるっていうのが見えるか見えないかわかんないんだけど、プロとして機能してないんですよ。だから、お金を稼げてるか稼げてないかっていう基準じゃなくて、自分の実力はどこになるのかっていう裏付けの担保を取ってくれるところが欲しいんですよ。これはどういうことかっていうと、例えば日本語と英語ができます。だけど、英語っていうのがどれくらい喋れるのかっていうのを担保にしてくれるところって、どこかって言ったら英検とかをやってるところなんですよ。っていうように、自分っていうのはどういうポジションですよっていうのを外部に示すものっていうのは絶対流行るんですよ。必要なんですよ、配信者として。お金かけて、だって英検とかも試験受けたりとか調べるのに絶対テスト料を取るじゃないですか。それで運営回すわけじゃないですか。だから、配信者としてはそれが必要。で、運営サイトとか、今度テレビとかラジオとかってあるじゃないですか。そういう時にコメントを取りに行く時って難しいんですよ。要は事件がありました、解説員、要は配信に詳しい人、誰か専門家が出てきた試しないじゃないですか。ないね。
っていうのは、これなんで直接犯人とかに取材に行くかっていうと、結局、まとめてる窓口みたいなのが存在しないんですよ。でも、この配信者インターネットタレント協会っていうのを作ることによって、ここに問い合わせたら専門家の意見がくれるっていうことで、取材とかが殺到しますよね。なるほどね。だからまあ、テレビ側にもメリットある。雑誌とか新聞とかも、ここの問い合わせをしたら誰々つないでくれる、取材してくれるっていうメリットがある。で、今度、リスナーさんからのメリットをすると、面白い配信者を探したいけれども、それって運じゃないですか、今のところ。確かに、それをそのサイトにアクセスすることによって、 A 級とか B 級とか雑談とかカテゴライズしていくことによって、そのサイトをクリックするだけで自分の好みの配信者が選べるんですよ。なるほどね。っていうように、三方が今絶対この協会を必要としてる状況なんですよ、状況的に。ただ、本来はこれって、産業がでかくなってきたら自然発生するんですけど、生主っていうのがビジネスアイディアを持ってる人っていうのがかなり少なくて、やってるのが多分、なんだっけ、飯田？なんだっけ、リナリナぐらいじゃないですか、やってんの。あと、ヒカルくんのボスの、なんだっけ、ナオタクさんでしょ？ナオタクさんはだからリアルライフって、この二人がやろうとしてることっていうのは、テレビと戦うっていうことでタレント事務所をやってるんですよ。でも、タレント事務所なんでしょって言ったらそうじゃないですよ。タレント事務所としても、この人は外部の配信者インターネット協会のサイトで、うちのタレント A 級のライセンス取ってますよっていう裏付けが欲しいわけですよ。だから競合じゃないんですよ。だから仲良くできるの。なるほど。そしたらさ、これって結局ぶっちゃけた話、こけるかうまくいくかの基準って登録数だけなんですよ。わかります？だからこっち側から最初は100人とか知り合いいるじゃないですか。余裕で LINE の中に100人配信者いるんで、お願いするんですよ。ちょっと、こういう企画やろうと思っててって言って、サイト作ったから見てみてって。で、本当はお金かかるんだけど、年会費とかかかるんだけど、俺の知り合いの最初初期メンバー100人だけは登録タダだから、ちょっとライセンス発行させてって。で、インターネットで宣伝していいって君の放送っつったら絶対いいっていうに決まってるじゃないですか。確かに、ですよね。ってことは100人のプロフィールページがもう作れるんですよ、僕。で、100人のプロフィールページが作れるってことは、サイトで SEO 上位に必ず行くじゃないですか。それぞれのページにガンガン入ってくるから。勝ちじゃないですか、これ。で、もうそこまで行ったら、だから配信者の中で年1回企画やるとか、その配信者協会の名前作って、そこでオフ会やる、合同オフ会やるとか言ったら、絶対100人とか200人単位でブワーって大手配信者のパーティーみたいなことできるじゃないですか。超面白くないですか？それは面白いね。でしょ？あとは、これをビジネスでやっていく上には簡単で、どこでお金を回してどうやって運営するかと、あと、どこまでお金払えるかっていう基準さえ作って、そこを間違わなければ絶対こけないんですよ、今の段階で。やばくないですか？やばいね。やばいっすよ、これ。結構マジでやばいっす。で、今考えてるのが、やっぱりまず、手順としては、配信者を集めるわけですよ。で、それ、確かに。そう、お金を取るところは、配信者とリスナーさんとテレビ局とかがあると思うんですね。で、配信者から基本的には金は僕は取りたくないんですよ。だから無料で全部ライセンスとか発行するとか、診断とか登録は発行すると。ただ、手元にカードを発行する。要は、俺これ持ってるからっていう証明書を出す場合っていうのは、物があるじゃないですか。だから、このカード発行手数料3000円とか取ろうと思ってるんですよ。これは絶対原価かかっちゃうんで。だから、その症状みたいなライセンスだと安く3000円でできて、カード付きだと8000円セットだとっていうので2つ提示すると。これだったら多分文句は出ないと思うんですよ。でも、ウェブ上にはそのライセンス何級とか出るから、このカード必要ない人はタダでいいよと。で、今度、この会員限定のオフ会とかって出たいじゃないですか、やっぱり。例えば、うなちゃん、例えばですよ。うなちゃんマン、横山みどり、石川紀之、香川さん、鮫島って、ブワーっていう名だたる配信者メインにドンって5人いて、で、そこに川崎洋平とか、サノッチとか、和道とか、なんか、ベンド太郎さんとか、中堅層のバッていてっていうパーティーがありますと。で、このパーティーっていうのは会員限定で年に1回行われるんですけど、この会員っていうのは年会費3000円かかるんですよって言ったら、ぶっちゃけ話、行ってみたくないですか？
で、オフ会に、ただ、会員証持ってなくても、当日登録できますって言ったら、プラス3000円ぐらいだったらいいかっていう人、多分いっぱいいると思うんですよ。そうだよ、みんないっぱいいろんな配信者に会いたいだろうね。そう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 。で、配信者との約束は、要はリスナー間の金銭のやり取りとかあるでしょうって、そこに対して中抜きとか一切しないから、もう自由にやってくれっていう。要は、うちはタレント事務所じゃないから、お金のやり取りとか抜くっていう話は一切ないと。そしたらデメリットないじゃないですか。結局、チャンネル登録の争いとか、タレント所属するしないとかの話って、中抜きされたくないからなんですよ、配信者って。そうじゃない。そうじゃなくて、テレビとかの仕事がうちに来たら、あなたたちにフルチャンスがあるよって言ったら、絶対登録したいんですよ、僕だったら。それって全員勝ちじゃないですか。そうだね。で、例えば、テレビからインターネットタレント協会のページ見て、いや、この人仕事を欲しいんだけど、いくらぐらいかかりますかって言って、テレビ側には、あ、うちだったら5万、例えば1日5万で配信しますよって言って、あ、貸し出しますよと。スケジュール管理もうちでやりますと。調整して、で、タレントに2万5千円とか3万円で仕事来たけど受けるっつったら、絶対受けるって言うじゃないですか。で、それ中抜きって言われないじゃないですか。いや、スケジュール管理もやってるし、仕事持ってきたのうちだから、別に3万円でやりたいやついっぱいいるから他に回すよっていうだけじゃないですか。揉めないんですよ、だから。ビジネススキームとして超完璧じゃないですか、これ完成したら。そうなんですね。まとまると回るよね。で、結局、なんつうんだろう、配信者の数が絶対、あ、ここ登録し、なんつうの、なんていうんだろう、デメリットが一つもないから、登録したいっていう流れになったら、そのライセンス持ってるのが流行りとかかっこいいっていう風になったら、無料でできて、そこに登録してないと、動けない仕組みができるんですよ。なるほど、なるほど。あ、贅沢ビトね、途中から聞いてるからいい質問だからそれも答えるんだけど、うちがやるのは何かっていうと、配信者の格付けをするの。どういうことかっていうと、プロかアマチュアかの判断をして、あなたは A 級プロですよ、あなたは B 級プロですよ、あなたは S 級プロですよ、あなたは A 級のアマチュアですよ、あなたは B 級のアマチュアですよ、で、あなたは雑談カテゴリーの何位ですよっていうことをやるだけ。ただ単に言うと。で、会員証とそのライセンス A 級とか、ゴールドでできてるとか、ブラックでできてるカードとかを発行するだけ。そう。要はあなたの配信力を担保しますよっていうことをやるの。タレント協会。OK、贅沢人。ランク付け。そう。格付け。要は、配信者っていうのは、自分の配信の実力っていうのを知りたいわけよ。だけど、それって今まで厳格なルールがなかったじゃん。だから人によって、この人が好き、この人は嫌い、お前なんてプロじゃない、お前なんてプロだ、こいつはいや、すごいんだっていう論争ができてたんだけど、俺らが線引きすんの、それを。俺がやるんじゃないよ。俺がやるんじゃなくて、その協会っていう、俺と協会は別に考えて。だから俺もそのタレントの一部だから。これ面白いよね。どう思います？これ絶対必要だと思うんだけど。っていうか、なんでかっていうと、俺が登録したいの、それ。だって無料で登録できます。あなたは何級ぐらいっていう判断、審査をしてくれます。で、新規リスナーに向けたプロフィールページを作ってくれます。テレビ局の人が和道ってやつ紹介しろっつったらギャラも払うし、なんつうの、スケジュール管理もしてくれるし、お金を払ったら弁護士さんも紹介してくれるしって。どう？違うんだよ。急につまんなくなるでしょ。だから格付け、ライセンスっていうのは1年間有効で、次のカード発行とか、要は B 級プロのカードを発行したら8000円かかるじゃん。カード発行料と賞状と登録料に。だけど A 級にランクアップするときも同じことできるから、ランクダウンしてもランクアップしても金かかるんだよ。面白くない？どう？緑ガッパさんいらっしゃい。また新たな協会ができたら、だからいいんだよ、それは。だって、それって、新たな協会ができるってことは、ライバルができるから金になるっていう裏付けが取れるわけじゃん。だから、相手はより良いビジネスアイデアを出さないと、先行者利益のこっち側に勝てないわけよ。だから早く仕掛けた方がビジネスは勝ちだから、要は、ニコ生の強さがそこだよ。要は、相手がパクった時、もう登録数が多い、こっちが方が多かったらっていうことで勝てるわけだから。で、ライバルが多ければ多いほど切磋琢磨するでしょ。で、こっちの方、だからボクシングで言うとこの WBA、WBC よ。これが一つだったらやっぱ嫌なんだよ。でも WBC と WBA があることによって、どっちのランク上がって競うことになるから、俺はいいんだよ。そう。格付けの明確な基準が難しくない？そこは俺に任せて。そこはもうあるの、実は。で、なんでかっていうと、なんでこれがあるかっていうと、実は、配信者の格付けをするサイトを作ろうっていうことはずっと3ヶ月前から考えてて、
その格付け基準は作ってたんだけど、それにプラスアルファ会員証を発行したらいいんじゃないかっていうことを考えたの。そう。で、定義作りは非公開。定義は非公開なの。要は、うちの審査基準っていうのは内部の情報だけど、それくらいしっかり担保しますよっていうことをやるだけ。これ絶対流行ると思うよ。たくみさん、これやりません？一緒に。いいよ。やりましょうよ、やりましょうよ、これ。これでも当たったらマジでこれ本当にこれ仕事になると思う、俺。なるかもね。いや、あのね、今までね、こういう感じの俺の状態で、ビジョンがバッチリ見えた時は絶対なる。なんでかっていうと、登録数100人に行ったら、俺からプレゼンテーション打てるもん。うち100人、タレント抱えます、出ますけど、仕事くださいって言えるんだもん。100人の資料を持ってプレゼンできちゃうんだもん、これ。そうだね。これ動けるよ、マジで。これやろう。やろうね。やりましょう、ぜひ。実務は全部たくみさんにやってもらいます。僕はアイディア全部出すんで、全部匠さんにやってもらいます。ホームページが全部作ってもうホームページ作るのも、電話かけるのも、テレビ局と打ち合わせするのも、全部匠さんがやります。うわ そう言うと思ってたんだよ 大丈夫ですよ。毎日コカ・コーラあげますんで、お給料として。毎日コカ・コーラ飲ませてあげるんで。じゃあ、よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。了解です。あと、さっきの生主の名前でさ、NG の人がいたんだけど、どうすんの？さっきの名前で NG の人？どういうこと？まあいいや。いや、いいよ、言っていいよ、言っていいよ。どういうこと？いや、NG の人がいたかなと思って。誰誰？誰？いいの？言って。そのうち。あ、違うんだよ。俺が絡むわけじゃないんだって。だからみんな俺が格付けすると思ってるでしょ。違うの、俺はビジネススキーム作るだけなのよ。だから運営は別の人がやるの。極端な話、今募集しようと思ってんの、これやりたい人っていうの。だからみんな俺が作ると思った、お前が作ってるルールじゃんって考えるでしょ。違うのよ、俺はビジネススキームを作ってこういうことをやるってビジョンを書くじゃん。で、実務やりたい人っていうのがいるのよ。そしたら今度、これくらいの運用でこれくらいで回すから、投資家を集めるでしょ。出資をしてもらう人が集めて、給料これくらい出せるとか、最初はボランティアでやってくれとか、ルールを厳格にするの。ただ、これくらいの売り上げいったら役員にするから、これくらいの給料出せるよとか、投資のバランスを作るのね。で、その中の人たちがルールを作っていくの。いや、その企画自体が面白いから、運営側に回りたいっていう人たちが集まって、いや、ここのトークっていうレベルは声の張りとかボリュームとかも重要じゃないとか、あ、この子笑顔だよねとか、この子返しうまいよねって、あ、じゃあ返しのうまさも項目に入れようとか。で、その人たちが配信者この子チェックしようっつって、バーってチェック入れていくだけ。なるほど、俺がやるわけじゃない。だからフェアなんだよ。そああ、なるほど。これ、あ、そんな感じです。だから別に NG はないです。了解です。いっす。じゃあ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。いっす。いや、これいけるわ。これはいける。これはいった。絶対うまくいくわ、これ。どうしようかな。マネタイズポイントどこにするかだよな。カード、会員証カード2、どうしようかな。2、投資しますか？いくらぐらい出せます？まだぶっちゃけた話、投資が必要な案件ではないんですよ。ぶっちゃけた話、今必要なものって、ドメインとサイトとカード、会員証のかっこいいカードあるじゃないですか。ホテルとかのカードとか、クレジットカードみたいな質の。で、あれを多分ね、最初はね、500枚すればいいと思ってんの。500枚もいらないね、100枚でいいと思う。テスト。だから、なんていうのかな、そのカードの発行量。あとは、その、もろもろ事務的に必要な、そのかっこいい封筒とか、要は印刷とかにかかるもんだから、多分ね、30万もかかんないの。で、これがうまくいき始めたら会社にするから、その時の株の配当とかで、もし本当に出資したいっていう人がいるんだったら、ぜひぜひ、プライベートでちょっと凸かけてもらいたいですね。
あ、俺噛むわっていう。で、できればそのいろんな人にあの噛んでもらいたいから、面白いから株主になってもらいたいから、あの一口10万円ぐらいで株は発行しようと思ってます。一口10万円ぐらいで、要は貧乏な人でも参加できるような感じで株式会社化すると思う、多分。ただ、あの、株持ったら役員会、手始めに50万出す。ま、これ結構マジですね。50。ああ、じゃあ、それも考えよう。マジっすか？でも、あれっすよ。え、ジョーカーさん今、スカイプで話したりできます？ LINE で。ジョーカーさんどうっすか？ジョーカーさん今スカイプとか LINE できます？それマジなら、うん、マジなら結構マジなんですけど僕、うん、面白いな、うん、うん、マネタイズのポイントどうすか。リスナーさんのさ、年会費ってどれくらいかな。あのね、配信者の格付けをするっていうと語弊があるかもしれないけど、そうじゃなくて、配信、あのね、配信者の格付けをしてもらいたいのは配信者の方なんですよ。で、リスナーさんのニーズっていうのは、逆に自分が見たいと思う配信者を一発で検索できる配信者プロフィールサイトができると思った方がいいかもしれない。配信者の格付けを望んでるニーズがあるのは配信者の方なんですよ。あ、今度でいいっすよ。ぜひ、あの、ジョーカーさん、LINE、あの、飛ばしてください。ジョーカーでーす、みたいな感じで。50万の話で、あの、LINE しましたって。LINE 送っておいてもらえれば、僕後でメール送るんで。後ででいいです、全然。そう。だから、さっきも言ったんだけど、ニーズって4つあるんだよ。で、4人のニーズっていうのはバラバラなの。だから、リスナーさんにとっていいっていうのは、その、例えば雑談、女の子、可愛いって検索するだけで、チェックボックスが3つあると。で、バーってあるんだけど、可愛い女の子で、ロリ系の色白の雑談配信者ってやると、その配信者がバッて出るサイトができるっていう。そういう感じ。で、その子のプロフィールとかコミュニティページがバンって出るっていう。そういうサイトが出来上がるっていうだけ。リスナーさんから。あとは、さっきも言ったんだけど、リスナーさんのメリットっていうのは、その、大手の配信者とか中堅配信者が2、30人集まってる、超でかいオフ会に参加できるパーティーが招待される。これだけ、ただ。それだったら、どう？ガモンさん。リスナーさんに、単純に、その、格付けがどうのこうのっていう話じゃなくて、あの、FX をやってみては、FX は FX で、あの、別で、普通にプライベートで、株やろうと思ってますね、今。日経225。それだったらどう？だから、格付けっていう、格付けじゃないんですよ、うん。結局は閲覧数が一番客観的な数字だと思うんだけど。うん、それはそうだよ。それはそうだよ。だけど、結局、なんつうんだろう。なんつうのかな。いや、うん。あの、まあいいや。そうだね。うん。配信者が格付け望んでるように思えない。俺ね、絶対あると思うよ。っていうのも、あの、フラットに、例えばその自分の配信っていうのがどれくらいの位置かっていうのを、やっぱり不安なのって配信者なんだよ。で、それをテストしてくれる。要は英検3級なのか、英検2級なのか、英検2級なのかっていうように、配信者1級なのか、2級なのか、3級なのかっていうのを、その判断してくれる、その外部機関みたいなのがあったら、俺登録するよ、絶対。俺は。うん。で、多分なんだけど、もし、それが信用がどんどんできていったら、あ、ちょっと試してみたいっていう人いると思うよ。うん。なんでかっていうと、俺、メンサを受けようとしてんのよ。でさ、メンサって IQ140 以上の人だけが入れる会員っていう感じじゃん。だから配信者だけが入れるサークルみたいなもんなんだよ。そこにランク付けがある感じ。要は、この人っていうのはレジェンドなんだとか、この人っていうのはプロ配信者なんだとか、大手なんだとか。うん。それは誰が決めるの？その会員の配信者同士が決めるってこと。そこには、だから、役員っていうのを入れていこうと思ってて、その会社に投資してくれる人とか運営スタッフっていうのを作っていくの、俺が。だから俺が基準を作るわけじゃなくて、
まず俺が今やらないといけないことっていうのは、投資家を集めること、それと運営スタッフを集めることで、投資家と運営スタッフの2つっていうのをグループに作って、スカイプとかの会議で基準を作っていくの。要はルール作りは俺がするんじゃなくて、その配信のそのスキームを作りたい人、フラットに作りたい人っていうのを集めるのが俺の仕事だから、みんな勘違いしてんの、俺が運営になるわけじゃないんだよ。配信者のそれぞれの魅力って結局リスナーの好みの問題じゃない。そうだよ、そうだよ、うん、そうそう、まさしくそう。だからそれでいいんだよ、それはそれで、うん、それはそれでいいの、全くその通りだから、うんうん。だから簡単に言うと IQ テストを有料でやってくれるって感じ。うん、うん、ね、トークが面白いとかじゃないんだよ。あ、だからね、みんな基準にこだわってるけど、そこじゃないの。要はトーク力とかじゃないんだよ。俺が出すのはあくまでこの人は A 級ですよとか B 級ですよっていうだけなので、ライセンスを発行するだけなので、うちにはそのサイトっていうのは A とか B とか C とか書いてあるだけ。簡単に言うと、うちはこの配信者にこの格好をつけましたよって。で、俺はこの協会で A 級だっていうのは配信者の方なんだよ。うん。基地外配信者も格付けするんですか？だからそうじゃなくて、うちっていうのは、依頼があったものに対して、あなたの配信力はこれくらいですよっていうことを言うだけ。うん。あとは、プロフィールページを作りますよ、無料でっていう。だから逆に言ったらさ、贅沢微糖とかガモンさんが言ってることってどういうことかっていうと、その運営スタッフになって有料会員になったら格付けする側に入れるのよ。それだったらどう？格付けする側に入れるっていう。それだったら面白いでしょ？うん。審査基準側を作ろうっていう話をしてんのよ。その格付けを担保するのって、格付け会社っていうのは、格付けの基準をオープンにするっていうのはどういうことかっていうと、格付けの基準をオープンにするっていうことは、テストの回答を教えるようなもんなんですよ。テストの回答って出さないでしょ。例えば、ミシュランって抜き打ちでやるじゃないですか。それと同じ原理。だからね、配信者版のミシュランと同じよ。うん。違う。タグ付けで可愛いって検索したら、検索はできるよ。できる。だから、極端な話、可愛いとかじゃなくて、例えばなんだけど、絶対的にブレない部分ってあるのよ。例えば身長が小柄であったりとか、ロリータ、可愛いって言ったらあれかもしんないけど。だから、でもありだと思うよ。俺、キュートとか清楚とか、そういうジャンルを作れば。言ってる意味わかる？うん。で、それを登録できるようにすんの。うん。でも、結局、そのサイトを使え、アクセスが集まればいいんだよ。ビジネス的に言ったら。でしょ？だけど、そのサイトができたら俺使う人多いと思うよ。それが、このサイト間違ってるよ、でもいいのよ。極端な、サイトっていうのはアクセスが集まればいいわけ。そう、ミシュランなの。そう。だから、ミシュランって抜き打ちでやるじゃん。だから、そういう感じ。うん。ノリ的には。星3つとか星1つとか星1個。で、星1個もつかないところもあるわけじゃん。うん。だからそういう感じ。うん。あくまでミシュランよ。で、ミシュランって間違ってるよねっていう人もいるわけじゃん。ミシュランよりいい店あるよねっていう人もいるわけじゃん。それはそれでいいよっていう話よ。俺が言ってんのは。ただ、ミシュランって売れてるよねって、あくまで俺が今言ってんのってビジネスの話だから。そう、飲食店は金払ってない。うん。だけど、俺がやろうとしてるっていうのは会員証の発行だけお金を払うってことよ。なんか格付け自体はタダでやりますよって言ってるでしょ。うん。でしょ？そう。探せるサイトがあればめっちゃ便利じゃん。で、なんで俺が、なんつうの、格付けサイトはもうすでにあるって言ってるかっていうと、ハトロダとかタヌキってそういうサイトなんだよ。で、ランキングサイトってそういうことじゃん。そうじゃないんだよ。俺がやろうとしてることって。要は、ミシュランっていう会社が勝手にやってますよって話じゃん。うちの基準ですよって。要は、俺らが頑張らないといけないことっていうのは、格付けが間違ってたら、リスナーが離れるわけよ。あのサイト役に立たないよねって言われるわけ。だからこそ、俺らっていうのは審査基準っていうのをプロとして厳密に作っていくっていうのが、
俺らの仕事になるの。逆に言うと、俺らの信用を作る、会社の信用そのもの、売上そのものって何なのかっていうと、その配信者タレント協会っていうのを審査基準って厳格だけど当たってるよねっていうのが俺らの売りなのよ。だから、そこを曖昧じゃなくて、そこが勝負なの。うん。だけど、それは一般の人に言うことじゃないよねっていう。逆に言ったら、そのミシュラン側を判断するのも視聴者だから。うん。だけど、俺はそういう協会みたいなのは絶対に必要だと思ってて、さっきも言ったんだけど、インターネットテレビ協会っていうのがもしあったとしたら、で、登録数とか1万人とかあったとするじゃん。もう確実に専門家なんだよ、その人たちが。で、テレビの人とかで、例えば牛丼でトング混ぜ男が出ました。専門家を呼びしました。日本インターネット協会の島津孝光です。どうもって言って。専門家から見て今回の事件どう思いますか？今回の事件はですね、インターネットっていうのは非常に過激になりやすい。というのも、リスナーさんが煽る。またアンチっていうものが存在するんですね。で、アンチが警察に通報する、お店に通報することによって、この配信者を潰そうと。で、警察に逮捕されることによって面白いと。要は事件が起こりやすい構図となっているんですよ。で、今回の事件っていうのは、まあ彼っていうのは、そう、すごく人気があった配信者で、で、まあ、面白いことをやろう、面白いことをやろうと。で、店に許可を取らず、こういうふうにどん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 エスカレートして過激になってしまったと。まあそういう背景がありますね。っていうようなポジションの人って本来いるんだよ、どの業界にも。どう思う？どう思う？それ。うん。どうかな？うん。配信者にメリットがあるっていうのは、配信者のメリットと、リスナーのメリットと、テレビ局のメリットと、うちのメリットって全部別なんですよ。うんとね、今それをみんなと話し合おうと思ってた。要は S 級とか A 級とか1段2段とかいろんなアイディアがあるんだけど、トリプルスターとかでもいいし、何がいいかな、何がかっこいいかなとか、さっきはプラチナとかダイヤモンドとか、なんかネットワークビジネスみたいにしようって。要はランクをどういう風に表示するかっていうのは運営側、要は今はリスナーさんと決めようと思ってる。そういう細かいところは。50万で足りるっていうか、現段階ではお金かからない。まず、これをうまくビジネスモデルとしてテスト運用をするんですよ。で、それは俺の手持ちの金で大丈夫です。で、今度俺が会社を作ります。その時に本格的にビジネスとして成り立ってて、これくらいの収益率があって、これくらいあるから、利回りこれくらいになりますけれども、株を買いますっていう話をします。で、その株を発行する手前の段階で出資したいっていう人がいるのであれば、僕に連絡を個人的にくれればいいです。はい。あ、OK。配信者のメリットじゃあ言いますね。もう一回。もう一回配信者としてのメリット言います。配信者協会ができました。で、そうするとテレビとかがこういう風になるから、テレビ局とか雑誌とか新聞とかラジオとか地方の営業とかコネクションで問い合わせで SEO 的に強いですよね。そしたら、あ、そういうサイトができたら伸びるだろうね。サイトとして上に行くだろうね。はい、ここまで OK だよね。ここまで多分みんな OK なんだよ。そこまではうまくいくだろうね。そうすると何が起こるかっていうと、ここに登録しているプロフィールページを業界の人が見て、この人に仕事をするにはいくらですかっていう問い合わせがうちに来ますよねと。はい、そうですね。そうした時に、僕がギャラいくらで仕事来てますけど、こういう仕事が来てますけど、受けますかっていう連絡を、が来るんですよと。だから無料で登録しておいて、プロフィールページだけでも作っておいた方が、配信者として有利じゃないですかって言ったら有利だって言わない？どう？その、いや、うちはツイッターにバンバンメール来るからって言うんだったら、ああ、どうぞ、じゃあ登録しなくて結構ですって言うけど、周りの配信者見たら、いや、日本テレ、インターネットタレント協会からまた仕事来たよ。今回ギャラ出なかったとか、え、ギャラいくらだったのとか、盛り上がらない。だから配信者としては、テレビ局とか、ラジオとか、いろんなところからチャンスが来る分には、来た方がよくない？うん。代理店営業じゃない。マージン、要は繋ぐの。うん、だから、そのテレビ局から5万で1日ちょっと借りたいって言われたら、配信者には3万でこの仕事してきてるけどどうっつったら、うちに2万落ちるじゃん。だからその2万で何の仕事するのっつったら、そこのテレビ局との、ね、間に入るマネージャーをその日1日つけてスケジュール管理やると。うん。そこまでやってくれんだよ。だったらさ、何もしてないで勝手にプロフィールできて、サイトできて仕事が来る、チャンスが来るって言ったら、俺登録するけど、どう？だから配信者のメリット、リスナーのメリットとか全部バラバラなんだよ。派遣業ではない、派遣業ではない、うん、派遣業な、登録をしていて中間つなぐんだよ、うん、芸能事務所と違うの、そこが違うんだよ。だからね、
ミシュランっていうのは何をやってるかっていうと、ミシュランっていうのは、そのサイトを見て経由するじゃん。で、視聴者から金を500円とか1000円とか取ってるわけじゃん。でも電話番号とかを繋いでるでしょ。わかる？そこの間を経由してるんですよ。うん。格付けをやってマージンが取るっていう話もないんだけどね。うん。メディアが利用するから信用ない格付け業界普通に検索して直接コンタクト取るよ。それだったらそれでいいじゃん、別に。直接、だって今、直接コンタクト取ってるわけだから。コミッション的な感じになるの？コミッション的な感じじゃない。要は、金を取るのは、カードを発行する場合、要はサイトに A ランクとか B ランクとか格付けは勝手にやるよっていうことは伝えておくんだよ。それは無料でやってあげるからっていう。で、格付けが必要のない人は、格付けしないでって言ったら、格付け欄を空欄にしておくからっていう。要は、格付けしてほしい人だけ格付けするからっていう。まず。で、そうすることによって何が行われるかというと、いや、俺、カード手元に欲しいとか、会員証みたいなのかっこいいから欲しいっていう人には、あ、じゃあカード発行手数料取るよって。それだけお金かかりますよっていう。それだけ。簡単に言うと。だから、リスナーさんか、配信者からは基本的に金を取るっていうのはカードを発行するときだけ。うん。で、カードは別に物だから。うん。あ、まあ3000円か、とか。だから、そのカードを買う感じ。うん。だから、逆に配信者にはお金を払う立場。うん。仕事を仲介するときに。わかるかな？どうなんだろう。俺は結構当たると思ってるけど、結構だんだん反対意見の人多いね。サイトが認知されたとしても経由されない直接アポ取るだろうからマージンは見込めないね。それだったらそれでいいのよ。ただ、その時っていうのは責任は一切負いませんよって話なのよ。要は、間に入ることによって、配信者っていうのは間に入らないから好き勝手やって暴走するわけじゃん。だけど、なんで中間マージンっていう会社が絶対必要か。なんでそういうウームみたいな会社ができるかっていうと、この会社に干されたらもう仕事もらえないっていうのが分かってるから圧力になるの。配信者は下手なことやらないの。っていうのと、テレビ局っていうのは、こいつを直接雇用してこいつが問題を起こした時っていうのは、テレビの企画がおじゃんになるのよ。だけど、テレビの企画がおじゃんになって、こいつらから金取れないけれども、間のマージンに入ってる会社があることによって、要は責任が発生するから、俺らは雇用、なんつうの、クレームが来るわけじゃん。で、裁判沙汰とかになるわけじゃん。要は、リスクの部分も分散されてるから、事件が起こりづらくなるんだよ。わかる？それでタレント紹介しましたってなって、事件が起こったら、うちが裁判で訴えられることになるじゃん。連帯責任を取らされる可能性があるから。わかる？だから、事件が起こりづらい構図になるの。あ、初見さんいらっしゃい。うん。そうそう、会員証をグッズとして販売するビジネスです。そう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 。うん。そんな感じ、そんな感じ。まさにそう。そう、写真付きの ID カード。そう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 。で、サイトで格付けするとか格付けしないでも、プロフィールページを作るのは無料でやりますよっていう。うん。うちに所属してる、インターネットタレントですよっていうのを一覧表でプロフィールページを作ってあげるの。要はこの人はこの子でこういう経歴があってこういう配信をやってましたと。で、こういうのが売りの配信でコミュニティはここですっていうページを作ってあげるの。うん、簡単に言うとニコニコ大百科のを作るプロがこっちにいるよっていう感じ。そのニコニコ大百科みたいに名前を検索するとパーンってかっこいいプロフィールページが上に出るよっていうところ。うん、そんな感じ。うん、俺がやろうとしてるのは。それは、だから、なんつうんだろう。それぞれの視点で見える部分が違うけどね。今全部まとめて話してるから、結構混乱してるかもしんないけど。テレビ業界には需要なさそうな気がするな。俺ね、そんなことないと思ってて、今はないかもしれないけど、後々出てくる可能性があると思ってる。うん。なんでかっていうと、スマートフォンの普及台数っていうのがテレビの数を超えてるんですよ。今現在っていうのは。だから、媒体として動画の方が強くなってるでしょ。ただ、権力としてはテレビの方がやっぱり予算も取れるし、スポンサーがついてるから強いんですよ。だけど、なんていうのかな。ちょい役とかで、日当1万とかで、エキストラ的な、だから、京一郎がさ、この前、なんか、昼の番組出たじゃん。
ああいう風になんかインターネット特番とか組む時にとかテレビタックルみたいなゲストとか、要はワンコーナーで使うタレントとかは欲しいと思うような気がするんだよね。だから本当にそのみんなが思ってるのってひな壇芸人っぽいやつじゃなくて、そう素人を集めました的な感じで、うん、そんな感じ。ひろきちさんおはようございます。だからテレビのタレントとしてじゃないんだよ、あくまでインターネットで飯を食ってますっていうところから多分始まると思う。で俺はそこは重要あると思う。なんでかっていうと、テレビのテレビ局の人でテレビ出たでしょこの前、テレビまだ出てないんだけど、繋がってるんだけど、誰々さん知り合い、誰々さん知り合いとか、こんな人いないってバンバン来るのよ。バンバン来るの、実際テレビの人から。インターネットテレビでこの人知り合い、この人知り合いって言うだけで。だから、それを協会っていう風にやって、ちゃんとしっくり仕組み化した方が絶対ありだと思ったの。うん。芸能事務所や配信さん、サイトに、乗り出したら即潰されそう。うん。ああ、それはね、でもね、今行われてるからな、実際。うん。俺がよく言ってんのはね、配信界のトップと芸能界の一番下が入れ替わるっていう。芸能界で仕事が食えなくなったけど、ネームバリューある人は配信でトップに行くし、配信のトップが、テレビにちょいちょい出だすようになってるから、力関係がね、ちょっとずれっこ、なんつうの、アマチュアリーグみたいになると思うよっていうことは言ってる。石川紀之とか桃襟とかがタレント、要は芸能界の最下層に今入ってるじゃん。そういう現象が起こってるから、そっから力ある人は上がっていくと思うよ、うん、だからこそ今事務所の力みたいなのが必要なんだと思うけど、事務所みたいなのが立ち上がってもいい時期に来てると思ってるかな、配信が、どうなんだろうね。いや、ビジネスだからあくまでも外れる可能性はあるよ。だからこれが当たるって思ってるかどうかで投資するかどうかが決まるだけだから、単純に言ったら。でも俺はいろんなことがメリットがあると思ってて、例えば年1回大型企画とか組みやすいじゃん。例えば今日本インターネットタレント協会って言ってるけど、なんかかっこいいな、横文字のシールズみたいな名前つけんだよ。シールズとかウームみたいな、なんかわけのわかんないかっこいい名前つけんのよ、横文字の。ね、日本インターネットタレント協会シールズとか、シールズちょっと良くないかもしれないけど、今シールズって仮にするじゃん。なんとかインターネットタレント協会シールズ。で、シールズっていう名前の、シールズ年1回の企画でシールズに登録してる100人が1日企画やりますとか面白いじゃん。あと、月に1回配信者が30人ぐらい集まって、大手5人はこれくらい大物が来ますよ。で、他は中堅配信者これ来ますよって。この人たち全員と200人ぐらいの会場を用意するから、そこに、パーティーでオフ会できますよって。面白くない？どう？うん。あ、全然全然、全然全然。投資しなければいいだけだから。全然いいんだよ、それで。うん。かっこいい会員証をグッズとして販売するビジネスという理解でいいですか？もちろん、それでいいです。と、会員さんには、そういうパーティーみたいな、配信の大型のパーティーができるみたいな。だから、簡単に言うとね、香川万博みたいな、あれ、すごい成功例だと思ってるけど、香川さんの名前じゃなくて、なんつうんだろう、看板を何か作って、それで定期的にやりますよ、みたいな感じ。うん。生主はまだ世間的に斜め寄りな位置づけだから、支援どうするの？支援はしない、だから、俺らっていうのは。だから、誤解をされてるんだけど、中間マージンを取るのが、タレント事務所なんですよ。僕らはリスナーさんと配信者がお金の金銭のやり取りとかを禁止はしないの。そっから何パーセント抜きますよっていうことは一切やらないの。そこが違うの、タレント事務所と。タレント事務所のビジネスモデルっていうのは、ファンとかスポンサーとかの売り上げの折半にして事務所って成り立つじゃん。うちのスキームはそこじゃないんですよ。うん。うちのスキームはそこじゃない。うん。だからそれは自由にやってくださいって。あくまでその力があるかどうかの格付けをするだけですから、僕らはっていう。ただ、あなたが売れるっていう風にうちが保証したら、うちは押しますよっていう。そう。サイトのトップとかにあなたの写真使いますよってだけ。うん。要は、ランク順位とかを上に上げますよっていう。あなたが本当に面白い配信者だったら、この人はこれくらいの実力ありますよっていうことを保証しますっていうこと。うん。わかる？うん。
テクサはだからどちらかというとそっちの方だと思うよ。要はテレビ局からマージンを取る方だと思う。要は企画立案と運営とタレント事務所がテクサ。だからテクサとは根本的に違うんだよ。だからさっきも言ったけどミシュランが一番近い。だからさっきはテレビの話を持ってきたから、その格付けはどうやって決めるの？今その運営スタッフっていうのを募ろうと。で、俺がやろうとしてるのは運営スタッフを誰にするのかっていうこと。要はリスナーさんとか配信者に声をかけて、やりたいっていう人がいたら問い合わせで受け付ける。で、その人と面接をして、あ、この人いいなと思ったら、例えば配信何年見てて、こういう人がつながりがあって、俺そのタレントとかこういうのできるし、こういうところが必要だよ。あとこういうアイディアどうじゃないっていう人たちを集めていって、運営スタッフを作ると。で、その運営スタッフを作るのと、投資家を集めること。うん。だから俺が格付けを決めるわけじゃない。うん。俺はあくまで格付けっていうのが必要だなって思ってるだけ。うん。ミシュランとは違う。うん。ってことは、ニコニコ超会議みたいなこともできない、できない。小規模、小規模。あくまで2、300人規模だと思ってる。そうそうそう。配信者の大百科をこっち側で、レイアウトもちゃんと綺麗に作りますよっていうこと。そういうこと、そういうこと。リスナーさんからしたらそういうことだよ。うん、だからあれでしょ、ポンスケっていうかあれでしょ、ヒカルくんのそのスポンサーの人でしょ。それはタレント事務所をやってんのよ。企画とタレント事務所だからキャス版 のリアルライフでしょ。俺リアルライフのほら直拓さん知り合いだから、うん、直拓さんにももちろん相談しようと思ってる。だからヒカルくんのそのスポンサーの人ね、会社の上司の人ね、うん、これ面白いと思うよ。うん。で、直拓さんにプレゼンしたら絶対株買うって言ってもらえると思うから、投資するよって言ってもらえると思うから。うん。それ、話は持ちかける。今度。うん、そんな感じかな。配信者業って儲かってますか？月15万ぐらいですかね。書いてありますよ。プロフィールページに。出資したい。あ、ぜひ、連絡ください。お願いします。ジョーカーさんが50万出すって言ってるから、今考えてるのが、出資のスキームとかも作ろうと思ってて、株式会社にして、10万円で株買えるようにしようと思ってる。一口。そう。で、100万円あったら10口だから、それだけ権力を持っていくと。うん。だから、その会社の利回りとかどうなるかっていうのはやってみないとわかんないけど、その企画面白いから株だけ持っとくわって言って、長い目で見るよ、つって。まあ10年ぐらいでプラマイゼロとかになればいいんじゃんとか、それくらい長い息で見てくれる人とかがいたら、一人一人ちょっと声かけようと思う。もしくは、問い合わせが来たものに対して、回答していこうと思う。うん。うん。でも、ぶっちゃけた話、俺はあんまり、初期に金かけるビジネスのやり方は好きじゃないから、うん。最初は、あんまり金が必要なビジネスモデルはないと思ってるね。あと、運営スタッフやりたいっていう人がどれくらいいるかだよね。うん。その基準を作る側。うん。格付けの基準を作る側とか、要は、なんつうの。配信業界で働きたいっていう人がいたら、出資者から金もらって、それで給料払えるわけじゃん。最初は。それでやってこうかなと思ってる。面白いね。あ、じゃあちょっとちなみに聞いてみたいんだけど、面白いと思う。やれっていう人手挙げて。で、やるなっていう人手下げて。やれっていう人手挙げて。何人ぐらいいるかちょっとバランス取りたいから。やれっていう人、和道それやってみろっていう人は手挙げ。やるなっていう人は手下げ。うん。うん、正義の味方さんやれ、うん、ありがとうございます。微糖はやるな、うん、やれ仕事サボるさん、うん、やれやれ結構やれ派が多いんだ、うん、パンチがもうちょい欲しい。パンチが欲しいっていうか、結局、儲かるとか面白いっていう時には、出資がいらなくなる頃なんだよ。だから、要はね、パンチっていうのどういうことかって、そんなタレントもう登録してんのとか、で、実際テレビ出たの日本協会っていう風になった時にはもう手遅れなんだよ。もうパンチがある時っていうのは助けがいらない時だから。
あ、ガチンチなんだ、正義の味方。いっすいっす。何、正義の味方、コテハン変えたの？うん。あ、ガチンチなんだ。うん。そう、ビジネスってそういうもんなんですよ。要は、パンチがある時っていうのはもう助けいらないんだ。銀行に金貸してくれっていう時ほど銀行金貸してくれなくて、実力がついたり、銀行が金、融資したいんですけどっていう時には金必要ないっていうね。うん。儲からなくなると揉めるぜ。そうだよ。だから、投資家っていうのがどういう人に据えるのか、従業員をどういう人に据えるのかっていうのが経営なんだよ。うん。要は、ぶっちゃけな話、ビジネスっていうのは投資しなければリスクはないわけじゃん。でしょ？やってもやっても自分は痛くも痒くないわけじゃん。痛いとか痒いとか言ってんのは経営陣と従業員と投資家なんですよ。これをうまくやるのがビジネスマンだと俺は思ってる。そう。じゃあ今度聞きたいんだけど、そのタレント協会無料でプロフィールページが登録できるとしたら、登録するっていう人手挙げて。登録するっていう人、この中で配信者どれくらい、自分が配信者だったらでしょうか。自分が配信者だったら、プロフィールページに登録してみる人、無料で勝手にやってくれるんだったら、かっこいいデザインで写真付きで自分のサイトを登録してくれっていう人どれくらいいる。自分が配信者だったらね。リスナーの人は自分が配信者だったらっていう気持ちになってみて。どれくらいいる？結構いるじゃん。まあ、俺も登録する派かな？でしょ？だったら結構うまくいってんじゃないの？結構いるじゃん。ねえ。ってことは、あとはちゃんと経営をして、サイトを、綺麗なサイトを作って、ちゃんと声かけ、要は生主にこういうページ作りませんかっていうプレゼンを打っていくことができたら、勝ちじゃん。すごいね。面白いね。売り込みは絶対必要だから、立ち上げ機は。絶対必要。最初の立ち上げの3年で決まると思う。1年、2年、3年ぐらいで決まると思う。でも当たったらでかいぞ、これ。どんな配信者が欲しいんじゃないの。俺が作りたいのは、全部の配信者がそこを通らないと、そこに登録しておかないと、成り立たないみたいなビジネススキームを作りたい。だから誰が欲しいじゃないのよ。タレント事務所じゃないから、そこに登録しておかないと、不利だっていう状況を作りたいの。ちょっと意味わかるかな？ちょっと難しいんだけど、ニュアンスが、アニタさん。そこに登録が無料でできて、プロフィールページがあった方が配信やりやすいっていう状況を作りたい。まあ、登録はするだろうね、多分。で、結局、俺絶対、いい、油断とか取れないとか、星3つとか取れないって言ってたら、格付けはしないでくださいっていうチェックボックス作ればいい。それさえできたら、配信者の、なんつうの、リストができるわけ。壮大なスペクタクルだね。もちろん事業っていうのはそういうもんだと思ってるから。そう。だからそれを何年で作り上げるか。作ったら勝ちだと思ってるね。作ったらその配信者のデータベースができるから。客観的な目で誰がジャッジって必要よ。そう。だから株主っていう最終決裁権を持ってる。要は、和道じゃないなと。もう和道の役目終わったなって言ったら、株主が和道、もう社長辞めなっていう風にしてるの。あくまで俺っていうのは、基準を作る側じゃないのよ。要は株主とそこで働く人の中間をやるだけ。で、立ち上げが得意なんだよ。アイディア出したりとか。で、例えば、その会社が100万円毎月回るようになりました。でも、和道って、その前科もあるし、もっとクリーンなやつに、配信者じゃなくて、かっちり経営するやつにしたいねっていう風に役員会議で決まったら、俺が降りればいいだけだから。わかる？だから、俺が目立ちたいとかいう理由で動いてないのよ。社会的ニーズがある。これがあったら、配信会全体が便利になる。でしょ？だから、めちゃめちゃ面白くない？検索する人が見つけやすくする。それは、だから、登録されてる、質によるじゃん。配信者が何人登録されてるのかっていう状態と、SEO に関してはある程度の知識があるから、
そこはまあ大丈夫だろうなっていう目算で動いてるけど、うん、SEO 対策は結構うまくいってるから今の仕事で、だからあとはその会社でコンサルとか勉強会とかを開いて、まあ2000円で参加費いくらでゲストに誰々さん呼んで、あの配信のツイッターはこういう風にアカウント作った方がいいですよとか、こういう風にやると仕事で取りますよっていうのを、例えば俺だったら勉強会を毎月開こうと思ってるので、そしたらそのタレント協会の人に一斉にメールすると、1万人登録してたら1万人にこういう勉強会を東京で開きますと、で講師には例えばだけど、まあ、横山みどりさんを呼んでますと、で横山みどりさんには5万円のギャラとか払えばいいんだ、でみどりさんがその勉強会とかの講師で、まあ配信っていうのはこういうもんだからこういうことやりなと、で次のゲストはこういうこととか、うまく運営ができるじゃん勉強会とかも。で今回はまあティロフィアーレ香川さんですよとか、わかんないよこれ仮で言ってるからね、鮫島さんがゲストですよとか、要はゲスト側の講師の人たちもそのどんどん仕事を振っていく、こっち側から、配信、あ、そういうことか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 、そうだね、それがあったら、面白いかなと思って。ミドリアンの歌聞いたことないですね。ルカーニョ、サンセさん、コメントありがとう。ないですね。まあ、そんな感じかな。あとはだから、回ると思うんだよな。サイトが必要かと。会員証の発行でしょ、テレビなどの紹介マージンでしょ、紹介マージン、マージン。3番目。会員証の発行、紹介マージン、勉強会、生主勉強会の、勉強会の運営、協会の運営、あとは運営でしょ、あとはオフ会か、大型オフ会4番目、大型のオフ会、オフ会、早く行動しないと。いや、もう今日から動けますね。はい、全然。今話したサービスを各配信サイトが別会社で作ってやってない理由は何だと思いますか？盲点だから。なんでかっていうと、もともとウェブサイトの人たちってなんでそれをやらないかっていうと、ウェブサイトで儲けるっていうのが、もともとインターネットでアクセスを集めたら金になるっていう理論が元にあるんですよ。で、もともとなんで IT っていうのが産業が発達したかっていうと、なんていうのかな。自動化してシステムさえ作れば勝手に回ってお金が入ってくるっていう仕組みが IT の強いところなんですよ。で、それで動画っていうので流行ったわけじゃないですか。で、動画っていうのはあくまでリスナーをどう集めるかっていう理論で動いてるんですよ。わかります？リスナー、要はアクセス数がどれだけ集まるイコール収益なんですよ。で、その時代が崩れていって、要はそこで集めてるサイトの競合をやるために他のサービスを付随させてるの。ふわっちっていうのは、だから、要はツイキャスとかニコ生がなんでお金を配信者にばらまく仕組みを作らないかっていうと、もうユーザーの登録数が満帆だから別にそんなことしなくても回るから。ただ新規のサイトっていうのはお金が払われたりとか自分の身を削っていかないと新規が取れないから配信者に金をばらまいてるわけですよ、簡単に言うと。わかる？だけど俺がやろうとしてることっていうのは、目をつけてるのが配信者の数とリスナーさんの数が溢れかえっていて、要は俺が配信サイトをやった場合っていうのは競合他社になっちゃうからライバルになるんだけど、そうじゃないんだと。ただ配信者の面白いサイトが見つかるだけなんだっていうサイトができたら、普通に別にライバルじゃないんですよね、あった方が便利ですよねっていう風になるわけじゃん。だから見てる視点が配信者側から見てるから、多分そこが盲点になってるんだと思うよ、運営会社からすると。
運営会社からしたら別にどうでもいいことなんだよ。あってもなくてもいいけど、あった方が、まあ面白いよねっていうだけなんだと思う。なんでかっていうと、運営の会社って、あの、生放送の授業に本気でやってるの多分ツイキャスだけなんだよ。それ以外って副コンテンツなんだよ。動画がやっぱメインだったんだよ、どこも。ニコ動とかもそうだよ、FC2 もそうだよね。生放送っていうのは、まあ遊ばせておくかっていうか、投資しておくかっていう。うん。だから、未だにその収益が、あの、うまく回ってるところって、あんまないんですよ。それが理由ですね。はい。で、あの、簡単に言うと、インターネットテレビの方、生放送っていうのはもっと大規模な仕組みなんですよ。だけど、規模とか産業とかがでかくなったら、その子会社とか、その間に入るビジネスっていうのがどんどんできてくるのね。だから、俺がやろうとしてるビジネスっていうのは、運営とかテレビを超えようとかそういう話じゃないの。生放送の方が母体がでかいの。生放送があって、その事業が成り立つっていう。わかるかな？中間マージンの会社なんだよ、あくまで。産業がでかくなったから必要になってきた産業っていうの。いや、まあ、儲からないからやってないっていうので、あ、なんだろうな。なるほど、なるほど。全然いいんじゃない。まあ、儲からないと思ったらやらない。儲かると思ったらやるっていうのがビジネスなんで、あの、それでいいと思います、僕は。あの、言っとくけど、誰にも強要してないし、別に何かをやれって言ってないから、まあ、それでいいと思うよ。うん。だって、どの社会でも儲からないと思ったらやらないし、儲かると思ったらやる。で、成功するか失敗するかっていう話だから、うん、それでいいんじゃないかなと思うけど。うん。そうですか。うん。まあ、やらなきゃいいんじゃないですか。うん。名前何にしようかな。名前とあとその格付けをどうするかだよな。星の方がいいかな。どう思う？星の数の方がいいのかな。配信者になりたいための学校の方が儲かるんじゃないの。配信者はね、誰でもね、枠開いた瞬間に配信者になれるから。だから勉強会は開くけどね。人数の増やし方を教えたりとか、トークの仕方とか、ツイッターのサイトの作り方とか、なんか講師をそれぞれ呼んで勉強会は開くけれども、生主って別に学校出なくても、要はいいんですよ。だから勉強を受けたい人だけ勉強すればいいんじゃないですかっていうスタンスだね、俺は。うちはこういう人を講師に招きますけど、参加したい人はどうぞ集まってくださいっていうスタイルかな。あくまで。
マネーの虎みたいなの。マネーの虎ではなくねえか、全然。だってさ、今さ、二人出資してくれる人がいるっていうわけだから、なんだろう、あ、まあ、俺が今、その配信をしてて、みんなにプレゼンしてて、俺が金出す出さないっていう話に関してはマネーの虎みたいだよね。うん。前提に配信会を盛り上げたいということ？もちろんもちろん。っていうよりも、そういう仕組みがあったら便利だなと思ったんですよ。僕自身がやっぱりそういうなんか、登録しておくだけでテレビとかの仕事のチャンスが来るとか、SEO でかっこいいプロフィールページが作れる。例えば今、和道って検索したらニコニコ大百科が2位とかに来るんですよ。それが写真とかその、綺麗なページで和道っていうサイトはこういう配信者ですよって解説サイトを作ってくれたら、しかもさ、自分でやったら自演なわけだけど、インターネット協会っていうところが勝手に作ってくれたら嬉しくないですか？俺は配信者だったら嬉しいと思ってて、裏付けを取ってくれる会社みたいなのがあったら。だからあなたのプロフィールページ作って紹介をしますよっていうだけでも俺は登録したいと思う。うん。いらっしゃい、くるりさん。うん。だからそれがリスナーにとっても、配信者にとっても、その配信業界にとっても俺は必要なサイトだと思ってるんだよね。サイトっていうか仕組みか、システムか、配信が盛り上がるっていうのがありだと思ってるから、なんかその配信が好きな人がそういう機能を使うっていうのはありなんじゃないかなって、うん、多分その日本全国にリスナーさんの数って多分僕500万人超えてると思ってるんですよ。ツイキャスとかふわっちとかニコ生全体のアクティブの登録数って500万人ぐらいで、そのうちの配信者が10万人ぐらいだと思ってるんですよ。もうそれは全然中間の企業ができていい頃だなと思ってますね。キャスは細かい情報出ないよね。そうなんですよ、 SEO 弱いんですよ、ツイキャスは。そうだから、そのまあありかなと思って、うん、そんな感じですね、うん。だからビジネススキームをどうするかだよね。その年会費をどう取るのかとか、会員証をどう取るのかとか、その辺の割合を作っていかないと。いや、全然協力しなくていいんだよ。そうそうそう、応援とか期待してくれてればいいんだよ。結局リスクを背負って投資してくれるっていう人は、会社がうまくいった時っていうのは不労所得が生まれるわけよ。働かなくてもお金が全部返ってきて、ずっとその会社がうまくいき続ける限り利益が生まれるわけだから、だから別に批判するのも応援するのもタダでできるわけだから、見守るだけでいいんだよ、リスクがあると思ったら。うん。わかるかな？うん。だから、その、なんつうんだろう。だから一口10万円で。労働組合とは違う。全然違う。配信者を、その、うん、ちょっと違うね。労働組合ではないです。だから配信者のミシュランみたいなもんですね、うん。じゃあここで聞いてみようか。今100人いるんだけど、一口10万円で株が持てると、利益配当がある株持てるとしたら、みんな何口買う？今現段階で投資してみたいっていう人何口買うか、マジな話書いて。マジな話。ゼロならゼロでいい。ゼロで何口ぐらい投資してみてもいいかなって考える。株として、株ね、あくまで。一口10万円だったら何口買う？今現時点で。あ、ちょっと和道の企画にかけてみっかっていうので、うん、買わない。買わないのはゼロ口って書いて、ゼロ、ゼロはゼロでいい、うん、ゼロが1、2、うん、ゼロ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 、うん、うん、ゼロ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 が3人、うん、30口だったら300万、はい、ゼロ、300万、
え、仕事サボるさん、マジで300万投資すんの？それ本気で言ってます？現段階で300投資すんの？すごくね？俺300万の価値があるビジネスモデル作っちゃった。やばくない？だからいつも言ってるじゃん。結局ビジネスってそういうことなんだよ。全員からその投資してもらう必要ないんだよってよく言ってるじゃん。プレゼンテーションってその100人に声かけると100人のうち1人いいねって言ってもらえるから、その人とうまくいくことやればいいんだよって、こういうことなんだよね。あ、30万3口だね。びっくりした、300万かよと思って俺ちょっと引いたんだけど。ってことは30万と、多分ジョーカーさんがさっき50出すって言ってたから80万円だよ。80万円の資本金が生まれたってことよ。今資本金がないからじゃないの。80万の資本金が生まれた瞬間なのよ。あ、バサさんも投資する。あ、そう。あ、じゃあ90万円ですよ今。うん、90万円、初回。あ、でビジネスモデル良かったらさらに投資するってことだ。え、ってことは結構もう100万ぐらいになりそうなんだけど、うまくいくんじゃねこれ。うん、なんかうまくいく気がしてきた、なんか。うん、あ、どうも、ニーナさんいらっしゃい。楽しんでってください。和道です。よろしくお願いします。おー。だってさ、こんなの全然お金かからないじゃん。うん、10万、10万あっても俺一人でできるもん。全然いけるわ。全然いける。全然いける。うん、全然いけるわ。面白い、やろう。やりましょう。え、会社名どうする？あ、もちろんもちろん。だって株主だから、だって決裁権持ってるわけでしょ。口出せますよ、もちろん。うん。お前、ワードを首ってできるわけだから。うん。もちろんもちろん。全然全然。うん。もちろんもちろん。もちろん。一緒にやりましょうよ。うん。それでも絶対面白いよね。うん。絶対面白いと思う。うん。ね。いやー、神回だわ、今日。神回ですよ。やりましょう、ぜひ。どうしようかな。サイト作る。なんか名前を決めないとな。ちなみに、ニコ生壁 FX には集客力あります。よろしければ。あ、ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いします、ニーナさん。ウェーイ、ありがとうございます。仕事サボるさんから温泉いただきました。ありがとうございます。仕事サボるさん、いつもありがとうございます。1ヶ月の運営費最初金かけない俺。うん。とりあえずガンガン声かけまくって、プロフィールページで最初は100件200件を無料で作りまくる。で、そのサイトができた時に初めて会社にしてガツンと回すよ。最初はね、やっぱね、最初の1年2年っていうのは赤字でいいんですよ。それをなるべく早く黒字化する。プラマイゼロに変えるっていう。で、そっから利益が出るようになったから投資の話が始まるから。俺最初の時点で金集めないもん。3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、ありがとうございます。よし、じゃあ早速サイト作るか。サイト作るか。サイト作ります。いや、ブロックはしないよ。贅沢人がだって長いの知ってるし、ずっと応援しててくれるから。だからいつも言ってるじゃん、反対意見はいいんだよ。それは人格否定じゃないから。人格否定をしたらブロック入れるよって言ってんの。俺は意見っていうのは大事だと思ってるから、反対意見は全然ブロックの対象じゃないよっていうのは前々から言ってるよ。全然入れません。絶対入れない。なんだっけ、ドメインを取得しよう。ムームードメイン。ちょっと待ってね。ドメイン調べます。ネット TV。
ネット TV。 ドメインないか。ネット TV、 ウェブ TV にしようか。ウェブ、ウェブ TV。 お名前 .com じゃないね。ムームードメインだね。はい、ワード2キングジョイントいらっしゃい。ああ、もう一回。いや、もちろんもちろん。あの、話を振ってもらえたら、この前の話もう一回してって言ってもらえたら全然やります。全然言ってください。web.tv 撮れないか。何がいいかな。なんかチーム名何がいいかな。日本インターネットタレント協会。インターネットタレント協会。うん、何がいいかな。なんかかっこいい名前ない？横文字の。何しようかな。どんな名前がいいのかな。サブドメイン作るか。サブドメインでいいか。サブドメイン、あえて日本語ドメイン。日本語ドメインダメなんですよね。新しいフォロワーさん紹介します。ニコニコ生放送の FX 生主からニーナさん、フォローありがとうございます。何の話してたんですかな。あ、いや、起業するなんかビジネスアイディアっていうのが急に浮かんできて、さっきの枠で。で、結構賛否両論いろいろ溢れて、面白いとか、いや絶対外れるとかなって、簡単に言うと、なんか、なんて言ったらいいのかな。生主版のミシュランみたいな、生主を格付けする外部サイトで、で、あとインターネットタレント協会っていう名目にして、外部から仕事取ってこようと。で、タレント登録すると、そのプロフィールページっていうのをかっこいいレイアウトで紹介ページを作るっていうのを無料でやると。で、その生主っていうのが、あの、まあ、星が1個つくとか。だから、ハンターハンター協会みたいな感じ。タレントのハンターハンター協会で、その、この人はプロですよとか、この人はこういう人ですよっていう、格付けをやろうっていう。うん。そんな感じの話。簡単に言うと。うん。で、それで、ああでもない、こうでもないって言って盛り上がってた。絶対失敗するとか。で、今、話聞いてたら、うん。ああ、オッケーオッケーオッケー。うん、ありがとう。うん。でもまあ、書士とか税理とか必要になってくるっていうのは、会社が中間ででかくなってきたらの話だから。で、今、出資したいって言ってくれる人が、3人で90万ぐらい集まった感じ。うん。最初30万、投資するっていうのと、50万投資するっていうのと、10万円投資するっていう人が3人現れて、まあ、90万ぐらい集まりそうだなっていう感じ。だから会社投機化して、あの、株で投資してもらうことになると思うっていう話をしてた。うん。だからまあ資本金は、まあ、2、300は集まりそうだなとは思ってるね。うん。あ、そうなんだ。へえ。あ、そうなんだ。うん。へえ。知らなかった。あ、だったらめちゃめちゃいいじゃんね。あの時投資しておけばよかったっていうのが数字で全部見れるんでしょ。ワード失敗したよって、あの時株買っておけばっていうのがリアルに全部わかるんでしょ。売上から何から全部見れるんでしょ。嫌じゃないそれ。で、ワードだって売上とかうまく上がんなくて潰れちゃったら税理士頼む必要ないんだからさ。それ面白いよね。うん。テロップ変えれば、企業主アイディア。ああ、企業主様。うん。投資家募集中とかにしようか。うん。投資家募集中にタイトル変えようか。じゃあ一旦タイトル変えます。うん。じゃあ一回落ちます。うん。うん。じゃあ一回落ちます。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。